マイナビ仙台レディースと大宮アルディジャベントスの最終戦。青が仙台、白が大宮。まずは前半21分、大宮です。右から上がっていってクロスボール、スルーして最後は14番の大熊。これがこの試合のファーストシュートでした。そして33分、今度は仙台です。右から展開して館のボールに後藤、決定機でしたが決めることはできず。そして38分、大宮です。井上が抜け出して上がりを待って、右から上がってきた杉澤に預けて右足のシュート、これもクロスバーの上。もどかしい時間が続いた前半でした。そして後半、まずは7分、遠目からのシュートを放っていきました。マイナビ仙台後藤です。そしてその2分後、今度は大宮の高橋、後半から入った選手、左足のシュートはサイドネット。さらにその1分後には、今度はマイナビ仙台激しく動いた時間帯でした。9番の宮澤からブラトビッチ、これもキーパー正面。そして後半11分です。大宮、落としたボール、遠目から林、コースを定めて打ちましたがゴールを決めることはできませんでした。そして後半終了間際、大宮のチャンス、村上のシュート、こぼれたボールでしたが拾い直した斉藤彩香。そしてアディショナルタイムです。ラストプレー、こぼれたボールに高平、そして最後に決めたのがキャプテンの一手でした。待望のキャプテンの一撃が決まって、マイナビ仙台レディースが初勝利を挙げました。